基礎は太平洋フェリーが運行していたフェリー。本項目では1987年就航の初代を取り扱う。アルカスの大船として三菱重工業下関造船所で建造され、1987年10月に就航した。基礎の就航により2004年に引退した。一時的に両船が同時に就航したため、二代目はニュー基礎と呼称されていた。 2004年8月、ヘレニックシーウェイズに売却されて、オーシャントレーラーとなった。2005年、グリマルディグループに売却され、ジェノバ・バルセロナ航路で、ロー、ロー線として運航された。2007年、ヘレニック・ボイジャーと船名を変更、コリントス・マルゲラ航路で引き続きロー、ロー線として運航された。2009年、改装されて、 ピレウスパロスコスロドス航路でクルーズフェリーとして運航された。2010年、船名をニーソスロードスと変更、2011年5月に形成された。2012年、トルコのシサシッピングラインに要船されて、トルコのイスケンデルンとエジプトを結ぶ航路で運航された。その後再びコリントス、マルゲラ航路でロー、ロー船として運航された。 2015年6月からは、ピレウスシロスミコノスパトモスイカリアサモス、ティノスミティリーニリムノスカバラ航路で運航されている。昭和60年代に入り創業時から使用し続け、先例15年を迎えた所有船が不経済となりつつある中で、省エネルギー、省力化、トラック収容力の拡大、楽しめる船旅を基本コンセプトとした効率化船とした。 輸送目的だけではなく豪華な雰囲気や気品を備える形で展望通路の設置やギャレーを中心にレストラン、宴会場、バースタンドコーナーを直結し導線を徹底的に追求したアイデアも織り込まれた。船内のデザインは以後の太平洋フェリーの旅客重視の豪華な船内の発祥となった。ありがとうございます。